ハロイチュー YouTube どうも、東京ホテソンショーゴでございます。今回はドッキリでございます。名付けて、アラシのメンバーのエピソードを50倍持って話して、ホワイトボードの数字を全部足すと50になっていたらタケルは、いがらしかと突っ込めるのかーホワイトボードドッキリの過去最高難易度が出ました。アラシさんのエピソードを50倍持って話すんですけど、 それプラスホワイトボードに書いてある数字をね、全部足すと50になってるんですよ。この50になっているっていう仕掛けに気づいた上で突っ込まないと合格じゃないです。いがらしかと突っ込めても、この50になってるところに気づいなかったら不合格です。うーん、いがらしか出してほしいですね。えー、早くこのね、無限地獄をね、終わらせてほしい。ということで検証結果、お楽しみに。 イージージさあ、始まりました、東京テイソンのオフィシャルチャンネルよろしくお願いいたします。ということで、本日は、魂の授業シリーズ番外編いよいしょー 1> 1ヶ月半ぶりぐらいですか、ねそうね、もうまだかまだかとあ<ー>そうダイエット企画とかもうどうでもいいからいやそっちの方がね皆さん求めてらっしゃってねいやもうどうでもいい人が痩せる太るなんていやいやいやだいぶ再生回数も良かったよいやもうそんなことよりも新しい情報をくれショーゴという声がもう今日サーヤと会ったけどサーヤもやっぱダイエット企画すごかった、うん、あれ面白かったって言ってたよこのことは一言も言ってなかったよま、まあ、ゆりかさんもよく見てくれてるらしくてあ,ありがたいね打ち切り漫画のやつめっちゃおもろいわ これ言われてないじゃんサーヤと中谷さん以外からすっごい言われてるんです早く早くしろいや俺そんなイメージないけどなすくて唯一言ってるの本当にストレッチの高木カンタだけなんだよね高木カンタあの人にしか言われてるの見た目あの人にだけはあの人異常だからね異常なんで俺の YouTube 見てるの異常だしお笑い好きすぎるからお前ホワイトボードがとか言うなって俺言われて言うなよお前 なあ言うなよってことは認めたじゃねえかじゃあその邪魔すんなって授業をしっかり聞けって話ああそれはすみません申し訳ないですな分かったか、はい、今回はもう枠を飛び越えグループこちら嵐さんですあ出ました もう俺ら世代全世代代いうか全大好きはい、もう知らない人はいない誰もが知るトップアイドル、うん、もうこれはもう間違いないんじゃないでしょうかしかもやっぱその5人いる中で5人全員知ってる全員の名前が分かる、ね、分かるでみんなかっこよくてみんな面白くて、はい、みんな素晴らしい人間性実際、ねうん、にあったんですけどやっぱみんな本当にいい人じゃんすごくいい方これは紹介しなくてはいけないはい俺がねまず嵐さん平成11年結成でございまして ハワイのクルーズ船をね おめっちゃえ見たことあるあの歌番で、あのーえー、やってましたね、あのー、よく映像流れできる、あのー、着てるか着てないか分かんない,、ね、んない服みたいなのでてれなデビューをして、はい、こんなにも有名になるとは思った人が何人いるかまあ確かにねそれでもやっぱり嵐さんすごいから有名になりました、はい、で、まあ、嵐さんがどういう過程で有名になっていったかっていうのはもうなんとなく分かるじゃないですか、まあ、なんとなくねまあやっぱりそのもうね一番は曲でございますまあアーティストだからね知らない人 曲ありますかそうね思い出思い出ずっとずっと忘れない空思い出思い出ですラブソースウィはいそしてハッピネスモンスターねモンスターもう大好きでございます私が一番好きなのはね言葉よりも大切なものどんな歌だっけスタンダップっていうめっちゃ名作ドラマがあってヤマピーとかモコミチ君とか出てるうん。 好きこの曲俺の青春といっても過言ではない曲はみんな知ってるよね知ってるじゃあメンバー個人個人のことをどれだけ知ってるか、うん、もちろん知ってることありますけどもメンバー個人個人をこうね深く掘り下げていくと、うん、あやっぱり嵐って強烈な個性が5人揃って嵐なんだ,だ巨人みたいなことだねそう<ー>これになるのでちょっとメンバーを一人一人一人深く掘り下げていきたいなと、はい、まず、えー、相葉君もう相葉さん,、ね、さんもうね 大好きですもう動物好きなんでもうめっちゃ見てましたしあ千葉県出身なんですよ。へ<ー>でこれすごいのがメンバーで唯一の AB 型あそうなあこれ本当にメ,メンバーで唯一の AB 型で、はいはい、何がすごいってクリスマス生まれ12月24日ああんか運命的な日だねで聞いたら12月24日の12時24分に生まれた へーすげえこれすごいでしょで12月24日の12時24分1224秒に生まれたホントにこの少数点までもクリスマス本当にでもう小学校の頃が野球好きで、うん、ロッテの大ファンなんですってへえ<ー>、まあ、千葉だからっていうのもあるん、ね、で千葉ロッテマリーンズでも好きすぎて、うん、ロッテに1回入団してるんですよこれがいや聞いたことないけど タイアップみたいな感じでロッテに一に所長みたいな感じで入団してて一回マウンドにも立ってたって、うん、ああまあ始球式的な普通に試合でで完封で完封とかもして<は>完封それがまあ練習試合かどうかは定かじゃないけど<ー>本番の試合か分かんないけどマウンド立って完封までしたみたいな伝説もあるんだって<は>これがすごいよねっていう話で<ー>将棋が好きっへえ<ー>で もうそのひふみんさんにめっちゃ強いねって言われるぐらい、ひふみんに勝ってますからね、実際に番組でね、あ<ー>もちろんその、ハンデがあっひふみんさんがどれだけ手を抜いたか分からないけど、<ー>でもやっぱり勝つほどの実力で、藤井聡太棋士にちょっとで負けたぐらいの強さ、せるぐ,ぐらいの強さで、次、松本潤さん。はい、松 も俺一回フジテレビのエレベーターで一緒になったんですけどこんなイケメンいるんだっていや相当なイケメンだよね顔がま整いいすぎてる小学校の頃から習い事をたくさんやったらしいそうなんだ水泳野球習字でソルバンサッカーでセパタクローでカバディクリケットアメフトボディーベルペタングもうこまだあるんですよまだあるんだけどもこれぐらいやったんです本当にだから遊ぶ暇なかったらしいこういうことをやったから いろんな五角形がどんどん強くなっていったそれこそダンスとかもそうじゃん表現力でボディービルも表現力だしそれこそカバディの瞬発力もダンスに生きてるわけだでめちゃくちゃコーヒー大好きなのあそうなんだほんとコーヒー好きすぎて「どうするイエスでねああやる時に関ヶ原の戦いのシーンでもう飲んでたコーヒーそれもう時代背景がむちゃくちゃじゃないマグカップでそれ飲みすぎじゃない でそれが何がすごいって様になりすぎててカットかけなかったな監督がバカすぎじゃないえすごくないいやでもこれって本当にすごいことじゃないもしこれタケルが「トーニャバ飲んでたら、うん、ちょっとカットカット何飲んでる関係ないでしょってなるじゃんなるよなんないのよなぜなら松潤だからで次 二二宮さん二宮ささんんねもう一緒に何回かなったけど、ね、あのこの間も「ラビット!」でご一緒させていただいてね「なんでこんなに俺らにもフランクなの?」そうぐらい、ねうん、フランクに喋ってくれてめちゃくちゃ巨人ファンなのあそうなんだで原辰徳さんが大ファンなの、うん、本当に「8番渡されたら俺巨人に行くよ」っていうぐらい巨人が大好きえ、それはみんなそうじゃないその「8番渡されたらそれ巨人に行くよ」いや本当にいや,いや本当にじゃなくてそれは行くよ <laughs> それぐらい,好きいそれぐらいじゃなくて、うん、それ好きな人渡されたらそれ巨人に行くよ、うん 身が重いですみたいな何ない何ないは渡されたらその巨人行くよ今が何番だっけ今岡7七番上げるいや行きますよ阪入団する行きますよ何番でもいいから阪神にオファーかけられたら行くよはい人生終了ですなんでよ何も活躍できないからお前はいやでも阪神に入ったという実績があるじゃんいや関係ないいって俺はどんだけ非難豪豪食らおうが俺は全然巨人に行きたいんだって思っちゃうぐらい好きなん でまあまあ一回飲みましょう飲みましょうで飲みましょう好きすぎて芸名が二宮和也本名をもう原辰徳にしましたいやしてないと思います大嘘つきすぎてるってでまあなんといっても演技力でしょうラーゲリとかもそうですしそうねいろんなドラマ出てた山田太郎の世代も演技力に薄いピンツブラックペアンツも素晴らしい演技力で宇宙的に知られてない演技力なる俳優の7人に選ばれた 何これ意味の分かんないってそ<ん>意味の分かんないその大嘘ばっかつくなよ意味のなんて宇宙的に知られてない演技力のある俳優の7人に選ばれる宇宙的に知られていないってどういうこと銀河の中でそれ惑星単位でもう演技力があるというふうに認められているの7人 7人の1人にやばれてるこの他の6人は誰六6人は俺もちょっと調べなかったんだけど火星のなんかロバレリボーとかだったからだいたい誰これ火星なの金星のもう嘘つきすぎてるってもうちゃんとくせえこれでめちゃくちゃゲーマーなんだめっちゃこれは本当に有名じゃんゲーマーでゲーム好きって家で休みの日にゲームしようと思ってこもってゲームやってたんで気づいたら10年経ってたんだってじゃあその間テレビ出てるじゃんかもう何これ嘘つきすぎてるって 何を言ってる。<laughs> その雑誌で見た情報なんで。間違えてるって。で次大野君。大野さんね。大野さんはもうもうメンバーの最年長でございまして、うん、まあ歌ダンス完璧。はい、釣りが好きなの知ってましたか。釣りを釣り好きだよね。でこうカジキマグロが釣りたいという理由から、二、うん、級小型船舶免許を取ったんです。ほうほ,うほうほうほう。これすごいでしょう。すごいね。い でこれじゃもう飽き足らずもっと深海のものをいきたい、うんんうのがあるんだあのでダンスがもうますぎてなんですけど、うん、世界的なダンサーがめっちゃうまいねっていうぐらいダンス上手くてメンバーの振り付けとかも大野君が考えたりするんだってスタジオみたいなところでこもって考えるんだってその時はダンスしないらしい。うんうん でずっとこう座りながらずっと考えててでたまたまスタジオのドアを開けっぱにしちゃってたんだって、うん、でそしたら考えすぎてもう一個の人間ではなくて一個ののののものになってったのよ <laughs> 大野がこれスタジオでずっと考えてんじゃなかったっけなっつってメンバーの誰かが分かんないけど入ってったらもうあまりにも真羅万象に溶け込みすぎて、うん、体中に鳥が止まってたらしいの。うん それぐらい集中してダンスを考えるっていうぐらい集中化でとりあえずまあ歌とダンスを見てよっていうとうまろそれはそうねもちろんね次桜井さん桜井さんね慶応大学ねあ頭がいいんだね、うん、中学校から入っていって、うん、アイドルと勉強も両立していたから、うん、もう睡眠時間は3時間だったってその,その学生時代でも4時起きですって楽屋でも,もう片手に参考書を持って勉強してた、うん、本当に楽屋でで あまりにも勉強しなくちゃいけないしアイドル活動もしなくちゃいけないからって言って 2>,、うん、2時間のコンサートをずっと参考書を持ちながら歌ってたらしいのよ苦情出るよ<イ><ん>それ苦情出るよニューホライズンをこう片手でこうずっと読みながらなんでニューホライズンがそんなに理解できないんだよ、はい 慶応出身の人がニューホライズンなんて一番最初の英語の教科書じゃんか基礎,め基礎固めですそうそうなんで慶応まで行った人がニューホライズンを基礎固めそのライブに持ち込むまで理解ができないのに慶応が卒業できたいや基礎固めですいやもう固まってるよものすごい努力家でございまして、うん で、まあ、ファッションもすごく好きでジーパン好きなんでめちゃくちゃ、ね、あそうな酒井、うん、さんのこだわりとしてジー、うん、パンってなんかこう洗っちゃいけないんだよねそう経年変化を楽しむものだからねなのにお母さんが洗っちゃったんだって<う>そしたらもう「うわーい!」って言って2年間口利かなかった、うん、あそれはよくないねこれちょっとまあだ反省してたねあ,あの時休みませんみたいな感じで,、うん、でも,ものすごくお母さん思いの, <laughs> あの人で本当にいい人なんですよ <laughs> はい あうあんのセミヌードを覚えてますか。ああ、やったんだ。俺覚えてないわ。俺もう衝撃で、こんなかっこいい人いんのっていうぐらい。で、き、気も割れてて、うん、いい体してるのよ。で、これが、もう、増殺に次ぐ増殺はいはいはい。 足らない、もっと増刷もっと増刷もっと増刷しててこの「アンアンを出している会社の出版社の、うん、インクがなくなっちゃったあらすごいねアンアンの出版社他にターザンとかもってるんだけどあそうなんだ全雑誌インク足んなくてその2年間ぐらい白黒だったらしいの表紙とかも全部 <laughs> 俺そんな時代知らないけどなひょ新聞みたいなへえ<ー>この最強の個性5人が集まったのが嵐 はいどうだったおい嵐じゃなくてスーパーハリケーンか <laughs> どうだいや大嘘ばかりついてるから嵐でとどまらずこの大嘘のこの嵐というのが嵐でとどまらず大嘘の波がめちゃくちゃブワーってだってスーパーハリケーンかバカ野なんだこいつマジでずっとなんだこいつ正解は、うん 五十嵐です<は>いや、ちょっとっ…五十嵐の嵐ってことそう全部のエピソードを五十倍持ってるんです <laughs> それ、お前のさじ加減じゃんさじ加減ねえよなんで怒るんだよ俺、なんで今怒られてるのかがわかんない怒れてる…目分量じゃこっちはだから、料理をするなよスイーツを作れよこの机分かってねえだろ なんだよそのロッテに入団してるの50倍希釈は何なんだよロッテの大ファンだろうがいやそれじゃないって <laughs> 50倍はもっと名誉会長とかになってる入団してんだぜ50倍入団して完封してんだぜ50倍だろう何え習い事してたの何かめっちゃやってました松,松本さんはでもまあこの上5個ぐらいです 多分いやじゃ掛け算してみるよ普通に <laughs> 123455の50かけたら 2, 2> んうん250250も書いてないじゃないかよ1234567891011これが1個7五分だろうが食べたくろうが大体1個の習い事の7 7 7 7 7 7ぐらいだろお前77777うるさいね, <laughs> ね違うじゃじゃか貸せ貸せって何も俺もらってねえよ今 倍なんです。全部50倍なんですクリスマスまで本当ですでも12時24分12時24分は嘘です12月24日は本当です勝利が好きな本当です日組三さんには勝ってませんコーヒー大好きな本当ですどうする家康でコーヒー飲んでませんもう知ってないもう説明も大丈夫説明も大丈夫説明ぜならば。説明もなくてももうみんな理解してる違う違うここにヒントが隠されていたなぜ気づかないはあ は171615変なところからカウントするなよ131211ロケでやろうこれやろうかそないだお前はがれはあボードの数字足してみろお前11ないねない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 ねないね11で1919で719だから2十。

これ解けないようなやつは芸人あるまじきなんでああえと今度このチャンネル見てる芸人の方でツッコミの方、うん、タイムアタックしますお前勝てんのか勝てよいや勝てるとかじゃなくてみんな負けると思うということで挑戦者求むです次の YouTube チャンネルでここに座るのはあなたかもしれないどれのやつやってるんだよ <laughs> チャンネル登録よろしくねー <music> おいビブランド侍か